皆様、ま、こんばんは。日本オラクルの内野でございます。本日もお忙しい中、えー、遅い時間からですね、オラクルテックナイトにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。えっと、本日の、えー、オラクルデータベーステックナイトではですね、オラクルマキシマムアビラビリティアーキテクチャー、MAA ですね、えー、可用性をテーマに、えー、さらに特にですね、アプリケーションの継続性をテーマにですね、 1>, 1時間半おお伝ええしててまいりりたいと考えておりますで私のオープニングをです、ね、させていただいた後に30分ですね m a の概要をご紹介させていただきましてその後およそ1時間ですねアプリケーションコンティニティアプリケーションの継続性について、えっと、進めさせていただいて最後に QA という形を取らせていただこうと思っています。 すべてを通してですね一時間半の内容でございますので本日は休憩はですね取らずに一気に進めてまいりたいと思いますのでどうぞ最後までお付き合いくださいはいそれでは早速本編の方に入ってまいりたいと思いますそれでは山田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはい見えてますでしょうかそれでは始めていきたいと思います オラクルテクノロジーナイトの、えっと、39回目ですね。オラクルマキシマムアベイラビリティアーキテクチャについて、まず前半のセッションですね。えについて、データベースソリューション部の山田から紹介をさせていただきます。はい、先ほどもうちの,の方から本日の流れ、説明させていただきましたが、まず前半ですね。前半は30分程度お時間いただきまして、オラクルマキシマムア t y a ビリティアーキテクチャ、MAA、um、について。 ね、Oracle のベストプラクティスのブループリントである MAA について概要を紹介していきます。そしてその後ですね、1時間程度でアプリケーションコンティニティですね、について説明をさせていただきます。でえー、先ほどもありましたが、質問は随時受け付けておりますので、QA からぜひぜひ質問いただければと思います。それでは始めていきます。 はい、本日のアジェンダです。大きく分けて3点ですね、えー、紹介させていただきますが、まず1つ目のセッションというか、最初に可用性が重要な理由というところで、まあ、なぜ可用性が重要なのかというところの紹介と、あとはオラクルマキシマ y ベラビティアーキテクチャ、MA、um、の紹介、そして、えー、今回はクラウドですね、オラクルクラウド上で、えー、構成する場合、まあ、どんな形になるのかと。 というところを紹介をさせていただきます。はい、まずは可用性が重要な理由についてですね。紹介をしてまいります。まあ、可用性が重要だというところは、皆さんも本当にもちろん理解しているところだと思うんですけれども。じゃあ、あの具体的に数字で見るとまどんなことが起きているのかですね。データベース停止時間の与える影響についてということで。 リサーチ企業さんが出している調査結果から持ってきてみました。で、えっ、ー、と、左側からちょっと見ていきますと、これ面白いなと思ったんですけど、過去24ヶ月以内にデータセンターの計画外停止を経験した企業の割合がなんと91%もありますよと。2年間の間に9割以上の企業さんが、まあ、計画外停止を経験しているよと。 いうようなデータが実際にありまして、まあ、さらにですね2つ見ていきますと、データベースの年間の平均停止時間は87時間もありますよと。そして、えーまあ、その計画外停止だったり、まあ、災害だったりというところの平均コストは、まあ、1000万ドル、日本円だと10億5000万ぐらいですかね、もありまして、まあ、さらに1時間あたりの停止時間の平均コストというところは、まあ、35万ドル。 3500万、35, 600万ぐらいですかね、日本円ですと。というように、まあ、この結果から分かる通りですね、すごくたくさんの、まあ、企業さんが、えー、障害だったり計画外停止というものを経験していて、そしてですね、まあ、かなりのコスト、ですねその災害だったり障害に、えー、コストがかかってしまっていますよということで、まあ、こういったですね高額なコスト負担を、 まあ経験しないようにするために、効果要請の戦略を考えていく必要がありますと。では、じゃあ、オラクルでそういった効果要請戦略を取るためにということで、えー、m a ですね、オラクルマキシマムアベイラビリティアーキテクチャ、MAA とは何ぞやなんですが、オラクルデータベースの持つデータ保護機能というところを組み合わせて、可用性の高いですね、構成を設計する指針のことですね。指針のことを えー、MAA というふうに言います。製品機能自体だったり、サービスの名前ではありません。指針のことですね。で、えー、この MAA は、まあ、全データのアクセスというところが継続的にできることに主眼が置かれております。でえー、なので、データベースに異常性しても、えー、こう異常をマスクする、これは例えばアプリケーションが異常が発生していると思わせないような処理ですね。アプリケーションからは感知させないような処理。 もしくは、えー、ごく停止時間がすごく短い時間で済むというところを目指していて、またメンテナンスですね、メンテナンスによる計画停止、こちらを小さくするといったようなことも考慮されております。では実際 MA が、まあ、どんな指針なのかですね、なんですけれども、えー、MA のリファレンスアーキテクチャとしてですね、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナといったように4段階にレベル分けがされております。 でレベルに応じてですねトポロジー、まあ、システムの形態であったり構成や使用する機能というところが、まあ、変わってきますよと。でまあ、ブロンズからこう上に上がっていくにつれてですねシステムの停止時間とデータ損失とがまあ低下していきますよと。例えばブロ,ンズです、ね、ブロンズは単一インスタンスでバックアップだけ取得しましょうよと。 これは開発だったりテスト向けだったりまたは本番でも重要度の低いシステムですかね、A、向けのレベルになっていますそしてその1つ上シルバーですねシルバーについては、まあ、単一ではなくクラスタリング構成でプラスバックアップを取りましょうよとこれも基本的に本番系のシステムですねに採用されることが多いですそしてゴールドはそこからさらにですねディザスタリカバリーの構成を取ることでより 本番でもミッションクリティカルな環境で利用しましょうよと。そして、さらに一番上のプラチナではですね、す、え、べ、ー、てですね、そのゴールドからブロンズまでのすべての機能だったり、技術っていうものを駆使して、さらにもう一つプラスしてといったような形でデータ損失と停止期間をゼロにしましょうというようなものになります。なので、こういった形でシステムに求める RTO、 RPO に合わせてですね、アーキテクチャを選択していきましょうよというような指針になります。で、アーキテクチャの中で,です、ね、出てくる代表的な機能をまあ階層ごとに記載すると、このような図になります。えー、そうですね、上から見ていくと、ネットワーク接続の部分については、オラクルネットサービスで、接続フェイルオーバーを行ったり、トランザクションの自動再実行を行ったりと。 あとは、えー、レプリケーションについてはデータガードだったりゴールデンゲートですねを使って、えー、レプリケーションですね、DDR の構成を取りますよと。そして、コンピュートードの部分ですね、では、えー、リアルアプリケーションクラスターズ、ラックの構成を取ることで障害に備えますよ。さらに、えー、ストレージの部分ですね、ストレージの部分では ASM ですね、ASM を使ってストレージの障害だったり、データ破損の自動修復を行いますよ。 そしてバックアップはリカバリーマネージャー R マンですね。で取りましょうよと。階層ごとに記載すると、代表的な機能ではこんな形で、これらの機能を組み合わせてですね、各階層を可用性高く設計しましょうよという形になります。はいでは、ここからですね、実際にクラウドの例を使って、どういった MA の構成があるかというところを深掘りしていきたいと思います。 はいでえー、深掘りする前にというかなんですけれども、どうしてもこうクラウドとオンプレミスって比べられてしまうところがやはり多いです。多いんですけれども、MA 自体の考え方については、まあ、標準化されたアーキテクチャなので、考え方はクラウドでもオンプレミスでも同じ考え方で適用可能です。もともとオラクルデータベースはですね、クラウドという形態が誕生する前から、あのコンピュートやストレージの 高スケーラビリティだったり、高可用性を両立するアーキテクチャを実現してきていました。まあ、それをオラクルクラウドインフラストラクチャ、OCI に持ち込んだということです。ですので、まあ、同じアーキテクチャで、また同じ製品、同じ知識、ノウハウを使ってえ、オンプレミス、クラウドのどちらの環境でも MA を適用することができます。また、下の矢印ですね、書いてますが、 えー、オンプレミスで培った標準技術をクラウドで生かすこともできますし、またその逆にですね、クラウド上で開発・運用したシステムをオンプレミスで持ってくるといったようなことも可能です。これは例えばですね、オンプレミスのデータベースで、まあ、新しく高可用性の機能を導入したいだとか。 データガードを試してみたいだとかっていう場合に、まあ、クラウド上であればですね、DB の作成だったり、そのデータガードの構成だったりということも本当に簡単にできますので、そういったまあですね、テストを、そういった形でテストをして、まあ、動作確認をしたりして、それをまあオンプレミスで実際に実現するといったようなことができます。で、えー、まあ今回はですね、クラウドでの構成を例に、各アーキテクチャを紹介していきます。 はいもう1つ、アーキテクチャの紹介の前になんですが、オラクルクラウドの用語としてですね、用語の整理を簡単にさせてください。はいえっと、これ以降のスライドで出てくる部分ですので、えっと、ちょっと整理をさせていただければと思います。データセンターの配置されている地域のことですね、また一番上の地域のことをリージョンと言います。ここはまあ、一般的な考え方ですかね。そして、データセンター自体のことですね。 そのデータセンター自体のことを AD、可用性ドメイン AD と言います。そしてさらにですね、その AD の中で、AD の中でハードウェアやインフラのセットのことを FD ですね。FD と言います。で、これらをまあ考えながらですね、クラウド上では効果要請戦略を考える必要があります。まあ、ただ、これはオンプレミスでも、まあ、名前が変わっただけで同じことですよね。サーバーの障害に備えるために、 えー、クラスタリングの機能がありましたし、まあ、パフォーマンスを備えつつも、可用性をたし高めるといったようなことのために、隣の建屋と DR を組んだりだとか、また地域の大規模な障害に備えるために DR を組んでいるといったように、まあ、オンプレミスでも本当に名前が変わっただけというか、このクラウドの用語があるだけで、クラウドだからといって考えることが変わる。 わけではなくて、そういった構成が、まあ、クラウド上でなら簡単に組めるようになったと。はい、それではですね、実際にクラウド上での MA 構成について、まあ、デフォルトでの最低限の可用性設定に加えてです、ね、クラウドの自動構成機能で、えー、自動バックアップの設定だったり、あとはデータガード、ラックといった機能を、まあ、簡単に利用することができるようになりました。 なので、そういった機能を簡単に使って、MA の構成を構築することができるようになっております。また、そういった自動的にだったり、デフォルトにできている機能に加えて、これまでオンプレミスで培われてきた機能だったり、仕組みを手組みで組んであげるということで、より可用性の高いシステムをクラウド上でも運用可能になっております。 で下側の絵のところですね、簡単に、ちょっと裏側の仕組みまではここでは記載してないので、後ほど確認してもらえればと思いますが、ブ,ランドブロンドの方護ではですね、バックアップを取得しますよと。ブロンドではバックアップを取得します。そして、シルバーではラックの構成を取りますよと。あとは、ゴールドでですね、ラックプラスデータガードの組み合わせ。 そしてプラチナではさらに GG ですね、ゴールデンゲートの双方向レプリケーションを組み合わせてといったような形で、えー、まあ各レベルごとにアーキテクチャですね、アーキテクチャがあります。なので、ここからですね、各アーキテクチャの詳細に入っていきたいと思います。はい、まずはブロンズですね、はい。用途としてはテスト、開発、また本番での最低限の可用性構成と。 RTO はです、ね、数分から数日、そして RTO は最後のバックアップといったような形で、えー、まあ停止時間であったり、データ損失というところはまあ,ある程度許容,して許容する、そしてデータ障害時の復旧性はまあ最低限持っておきましょうねというような構成になります。シングルインスタンスでも使用可能な可用性機能の活用ということで。 もう本当に簡単に言ってしまうと、リモートのバックアップをですね、オブジェクトストレージ、クラウドのストレージに取っておきましょうというようなものになります。なので、あのどうしてもですね、下の表に書く障害に対するというか、障害に対する RTO、RPO のサービスレベル目標を書いておりますが、まあ、どうしても、まあ、例えば最後のバック、RPO は最後のバックアップ以降になってしまうだとかっていうふうに、まあ、目標値がちょっと低いもの、 になっております本当にコストとの兼ね合いで最低限ここまではやっておきましょうねというようなところがブロンズの構成になります。はい、そしてそのブロンズです、ね、におのアーキテクチャにおける機能と仕組みについて、えーまあ、こんなものがありますよと。 いう一覧です、ね、の紹介になりますシングルインスタンスでもオラクルクラスターウェアによる再起動が、ね、可能であったり、r ルマンを使ったバックアップリストア、また ASM を使ったストレージの上長化だとか、っていうような機能があります。で基本的にですね、こ,こ,こ,この上から 1, 2, 3, 4, 6つですかね。 上から6つっていうところは、あの本当にデフォルトで、クラウド上で利用していただく上ではデフォルトで構成されていたり、もう本当にボタン、ポチポチと構成していただくだけで簡単に利用することができるものになります。なんですけれども、一番下ですね、一番下のフラッシュバックテクノロジーについては、基本的に、まあ、どんなサービスでもデフォルトオフになっていたりするので、要件に合わせてオンにしていただくことで、もうより可用性の高いですね、システムを システム構成を取ることができますそんな、えー、フラッシュバックテクノロジーについて、まあ、簡単にですね、紹介なんですけれども、オラクルデータベースの巻き戻しボタンですよということで、あの簡単にポイントインタイムリカバリーを行うことができる機能になります。r 1よりもより簡単に特定の地点に戻れますよというような機能で、まあ、エラーの調査だったり、エラーの修正だったり、 というところで、トランザクションの取り消し、誤った表の更新ですね、データベース全体の巻き戻しといったようなことも可能な機能になっております。ちょうど右側の絵のところですね、では、この列を一括で一、一列だけ変えてしまいたかったところをまあ一括で変えてしまって、事業だけ変えてしまったところ、変えていいところを一列ガッと変えてしまって、 そういうようなミスがあった場合にも、こういったフラッシュバックですね、の機能を使っていただくことで、簡単に巻き戻しができますよといったような機能の紹介でした。続いて、シルバーの構成ですね。シルバーの構成は、本番環境での公開を制クラスター構成ということで、RTO は、 もう数秒ですね。そして RPO は最後のバックアップですよということで、データ損失はある程度許容はできるものの、システム障害の停止時間をできるだけ最小限に抑えましょうよというような構成になります。で、すべてのノードが常にアクティブなクラスター構成で自動的に切り替えを行いますよと。 障害対応にはフェイルオーバー、災害対策としてバックアップのコピーであったり、あとは計画停止の対応として、ラックなので、ローリングのですね、ラックでローリングで計画停止に対応しましょうよというような構成になりますので、まあ、簡単に言うとブロンズに加えてですね、ラックの構成にしていただくことで、アクティブアクティブな構成を取りましょうよというものになります。でこちらもですね、 下の表を見ていきましょう、はい、簡単に言う,、えー、言うと、本当にブロンズに加えてですね、えー、ラックを組んでますので、RTO、RPO は、えー、計画外停止のリカバリー可能なノードまたはインスタンス障害の場合は、本当に一桁秒で切り替えが可能と、はい。あとは計画メンテナンスですね、ソフトウェアやハードウェアの更新もラックのローリング。 で行えるるるここことととでで、まあ、ゼロににに近いよよううななを目標にすすができるようになっております、まあ、全体のイメージとしてですね、シルバーになってインスタンスの障害ですね、一つ一つのインスタンスの障害にはかなり強くなりましたよと。なんですけれども、まあ、災害の対応ですね、こういった災害の対応にはまだまだ対応しきれないよといったようなことが言えます。 では、シルバーのアーキテクチャです、ね、における機能と仕組みについて見ていきたいと思います。先ほど紹介させていただきました、ブロンズですね。ブロンズの、えー、機能、仕組みに加えてですね、えー、ラックオラクリアルアプリケーションクラスターズ、LAC、そして、えー、今回の後半のセッションで紹介をさせていただくアプリケーションコンティニティですね、が加わっております。 で今回はですね、クラウドの構成を例に出してますので、えー、ちょっと少しあのプラスアルファを加えさせていただきますと、ラック構成についてもですね、クラウド上でなら本当に簡単に、えー、クリックだけでというか、構成を取ることができます。えー、いろんなサービス、オラクルデータベースクラウド上で使うのでいろいろサービスがあるんですけれども、データベースクラウドサービスは本当にボタン1つで。 簡単に構成することができますし、エクサデータのクラウドサービスであったり、あとはオートノマスのデータベースであったりというところはデフォルトでですね、ラック構成になってますので、本当に意識することなく構築をするというか、構成された状態でお使いいただくことができます。で、アプリケーションコンティニティについてはですね、クラウド上でも 手動でちょっと設定をしていただく必要はあるんですがこのあたりの機能についての紹介ですねアプリケーションコンティティのより詳細な機能紹介は後半のセッションで紹介をさせていただきますはいそしてもう本当に皆さんご存知だと思いますけれどもラックについてですね簡単に紹介をさせていただきます複数のサーバーを束ねて 構成する共有ディスク、共有キャッシュ型のアクティブ構成ですとで。特徴として3つですね、大きく3つ、右に、透過性、スケーラビリティ、可用性ということで挙げていますが、まずは透過性のところですね、オラクルクライアントからしたら、まあ、シングルインスタンスと本当に共同が変わりませんよということで、アプリケーション側に特に影響を与えることなく構成することができるといったようなところが、1つ目の透過性の特徴になります。 続いて2つ目、スケーラビリティのところですね。スケーラビリティのところは全濃度がアク,ティアクティブで対等に更新可能ですよと。でもちろん、濃度数ですね。この濃度数を1つ1つ増やしていくことによって、まあ、性能を向上させることもできます。そして3つ目の。 特徴のところ可用性の部分ですね。可用性に関しては、今回の話である可用性に関しては、オラクルインスタンスに障害が発生しても、ですね正常濃度によって自動的にリカバリーされます。なので、まあ、最低1つのですね、今、絵だと4つありますが、最低1つのオラクルインスタンスが稼働していれば、まあ、全データにアクセスできますよといったようなことができます。 そして先ほども出てきましたね、ノードごとのローリングメンテナンス。各ノードごとにローリングでメンテナンスをかけることによって、まあ、アップデートであったり、パッチ適用だったりっていうところのダウンタイムを本当に極小化させることができます。はい、簡単にラックについてですね紹介をさせていただきましたが、あのラックについてはですね、より詳細な えー、情報が知りたいよという方は、ですねあの本イベントの過去のセッションでですね取り上げておりますので、ぜひあの資料を確認していただければと思います。大体4回ぐらいですかね、やってますかね、ラックが取り上げられているものは、基礎だったり、運用だったり、そして、えー、まあ新機能の紹介ですかね、はい、こういった過去のイベントスライドを確認することができますので、ぜひご確認ください。 はい、続いてゴールド、ですねゴールドよりミッションクリティカルなシステムで、重要なシステムで、ですね、まあ、可用性と、さっきのシルバーに加えて、災害対策も考えたような構成になっておりますので、RTO は数秒から数分、また RPO は本当に最小限のデータ損失でということで、えー、大規模な障害でも復旧性を持って、業務を継続することができるアーキテクチャになっております。 遠隔地にスタンバイの環境ですね、DR の環境を持ちますよということで、シルバーに加えて、こちらも簡単に言うと、シルバーにプラスして別リージョンに遠隔地スタンバイを持ちましょうよというのがゴールドの構成になります。これによってですね、シルバーで難しかったサイト障害ですね、災害、サイト障害に対する RPO はもう本当に数秒から数分。RPO は0ですね。RTO が数秒から数分。 そして、えー、データガードですね、後ほど機能も紹介していきますが、アクティブデータガードを使っていただくことで、えー、データベースのローリングアップグレードですね、可能になりますので、メジャーアップグレードも、も本当に停止時間を30秒未満に抑えるということを目標にしております。 なので、えー、クラウド上ではですね、右の図の通りというか、えー、リージョン、例えば東京、大阪リージョンで考えると、えー、東京のリージョンでラックの構成を組んで、えー、さらにですね、ここ、えー、大阪リージョン、セカンドリージョンの大阪リージョンでもラックの構成を組んで、ここはデータガードでつないであげますよというような構成になります。それでは、こちらもですね、 アーキテクチャにおける機能と仕組み見ていきたいと思いますが、えー、ゴールドに加えて、ブロンズシルバー、ブロンズシルバーに加えてですね、失礼しました、ブロンズシルバーに加えて、ゴールドではオラクルのアクティブデータガードが追加されております。はい、こちらも皆さんですね、ご存知かと思いますが、データガード、アクティブデータガード機能について紹介をさせていただきます。簡単にですね、紹介をさせていただきたいと思います。 でえー、オラクルデータベース自身が持つ、レプリケーション機能ですね、で、データ保護だったり、可用性の提供、また適切な ROI ですね、を実現できますよということで、こちらも特徴3つほど挙げております。データの保護ですね、また迅速な切り替え、リソースの有効活用ということで、えー、特徴ありますが、まずは保護の部分ですね。はい、仕組みとして、プライマリーデータベースの Rido ですね。 リドゥーをスタンバイに適用しますよと、リドゥー転送によって動機を取りますよということで、データベースを障害、またデータ破損から保護しますそして2つ目の特徴、迅速な切り替えですね。計画停止、もしくは計画外停止のときに迅速に切り替えることで、ダウンタイムを縮小して、業務を継続することができます。そしてさらに3つ目ですね。 こちらはアクティブデータガードの機能になりますが、参照系の処理をスタンバイ側で処理させてあげるですね。とことで、スタンバイデータベースを活用して遊ばせておくだけではなくて、活用するといったようなことも可能になっております。はい、こちらもですね、OCI 独自の部分というか、 OCI のデータガードならではという部分で、スライドにちょっと説明を付け加えさせていただくと、えー、通常ですね、データガード構成を取る場合、想像していただいてほしいんですけれど想像してみてほしいんですけれども、通常、プライマリーとスタンバイですね、両方上げておく必要がありますので、まあ、コスト単純に2倍になってしまいますよね。そういったところを、OCI のデータガードの構成であればですね、スタンバイは 本当に同期だけ行うために最小限のリソースにしておいて、なんでスタンバイは小さい環境でですね、プライマーより,よりも小さい環境で運用していただくことが可能になっています。なんで、運用としては有事の際にですね、切り替えが起こったら、有事の際にこのスタンバイの環境をプライマリーと同じぐらいというか、リソースを変更するといったようなことが可能になっておりますので、 何もない場合は、よりコストを抑えて運用するといったことが可能になっております。これはオラクルならではの部分ですね。はい。で、こちらのデータガードの紹介についてもですね、過去のスライドが実はあります。過去のテックナイトのセッションで紹介されておりますので、ぜひご確認いただければと思います、はい。続いて最後ですね、最後はプラチナの構成になります。 RTO は秒本当に数秒、RPO も本当に最小限でということで、アプリケーションへの影響を極小化させる構成になっております。でえーまあ、ローカルへの瞬時な切り替えと最体ということで、えーと、図を見ていただくと、えー、先ほど1リージョンに1つだけだったと思うんですが、ローカルのスタンバイですね。同じリージョンの中でもスタンバイを持ちますよと。 ローカルスタンバイ、複数のスタンバイを持つというようなアーキテクチャになっております。クラウドでいうと、ノード FD に対する障害は、まあ、ラックで継続して運用しますよと。そして、リージョンに対する AD, につ AD ですね、データセンター AD の障害は、ローカルスタンバイのデータガードの構成で高速に切り替えしますよと。 そして、リージョンに対する障害はゴールデンゲートのアクティブアクティブでのレプリケーションですね。双方向のレプリケーションによって、可用性の高い構成です、ね、を取ることが可能になっております。で、本当にすべての障害に対してゼロに近いようなところを目標にすることができますし、また計画メンテナンスでもですね、赤のところ、アプリケーションのアップグレードですね、に対しても、えー、GG ですね、ゴールデンゲートの双方向レプリケーション。 の構成になってますので、新バージョンのアプリケーション、またデータベース、と、ま、OS といったようなものに対して、ユーザーをこう段階的に新しいものに移行するということが可能になりますので、これによってアップグレードのダウンタイムもゼロを目指すということが可能になっております。ので、まあ、アーキテクチャにおける機能と仕組みについては、ゴールデンゲットがプラスされましたよという形になります。 で今回、ちょっとゴールデンゲートの紹介はしないんですけれども、直近ですね、直近5月かな、5月のテックナイトで、えー、ゴールデンゲートについても紹介をしていましたので、まあ、ぜひですね、こちらも過去の資料をご確認いただければと思います。はい。ではですね、ちょうど時間になりましたが、えー、前半のオラクルマキシマムウェイラビリティアーキテクチャーの概要ですね、は以上になります。で、えー、ここから後半ですね、 後半のセッションで、えー、先ほど出てきましたアプリケーションコンティニティについて詳細を紹介していきたいと思います。草壁さんよろししくお願いします、はい、ここからはです、ね、講師変わりまして、私、草壁が担当させていただきます。でここからはですねあの、アプリケーションコンティニティという 1>, もう1つの機能で1時間話しますので、ちょっと覚悟して聞いてくださいね。で、えー、アプリケーションコンティニティって何をする機能かといいますと、えー、データベースサーバーと、えー、データベースクライアントの、えーまあ、ネットワークで接続されてるわけなんですけども、ここの間がブチッと切れてしまったら、これ、まあ、普通、アプリケーションにはエラーが返りますよね。で、アプリケーションコンティニティはこれを、えー、自動再接続して、えー、更新トランザクションを、えー 自動でで続行すするという機能ですつまりアプリケーションからは、まあ、エラーが、えー、検知せずに、えー、トランザクションを完遂してしまうという、えー、機能になります。 でまあ、講師、私、ちょっと自己紹介させていただきますけれども、あ草壁、まあ、明と申しますで。主にですね、オラクルデータベースの,、まあ、の公開要請領域ですねあの、先ほどご紹介ありました MAA の構成要素、RAC とか ASM、データガードなどを、えー、担当しております。でえーとまあ、これまでの,、まあのまあ、公開的なあの、えー、ものとしましては、あの 弊社の、えー、ブログにもですね、まあ、基本から分かる高性能をかける効果、えー、用性データベースシステムの作り方という、えー、タイトルで、えー、記事を書いております。あの最近ちょっと届く折り気味なんですけどもあの、もう一つですね、過去、証明者様からですね、DB マガジンというあの月間の,あのデータベースだけを扱ったあの 専門誌がありましたけども、そこであの連載を持たせていただいておりまして、えー、それをまとめた本ですね、あのこれは使えるオーラクル新機能活用術っていう本を出させていただいたこともあります。で、i、まあ、t t e r もあの、まあ、めったにつぶやかないんですけども、あ、え、き、ー、ら K00 っていうアカウントで、ご、えー、くたまにつぶやいてます。はい でよろしくお願いいたします。で、えー、この、えー、1時間のセッションなんですけれども、あの大きく分けて2つに、えー、なります。1つは概要ですね。で、まずその、ここ,こ新トランザクションの途中で、えー、異常する、終了すると何が起こるっていうところを、た、え、ぶ、ー、この、えー、セッション聞いている皆様でしたら、えー、何を当たり前のことを言ってるのかと、えー、言われるかもしれませんけれども、そのトランザクションの仕組みっていうのをちょっと、えー、再確認します。で、 更新トランザクションを再実行するっていう機能なんですけどもあの、エラーになったからといって、更新トランザクションを単純に再実行しても良いでしょうかというところをちょっと見ていきたいと思います。実は、あのト,トランザクションなのでエラーになったら、えーまあ、一応ロールバックはされるっていうのはあの、皆さんご理解いただいていると思うんですけども、実はタイミング依存でとても微妙なあの問題が発生します。 で、えー、アプリケーションコンティニティというのは、あのその微妙な問題をもちゃんと安全にあのカバーするような仕組みがあります。で、えー、資料の後半は、そのアプリケーションコンティニティの構成のお話になります。でこれはあの、この機能は、えー、データベースクライアントと、えー、データベースサーバーの協調機能なので、えー、それぞれサーバー側、クライアント側で、えー、設定があります。で えーうんまあ、設定自体はあの分かってしまえば大したことない話なんですけども、まあ、アプリケーションのコード上のえ考慮点がえいくつか必要になるケースがあります。まあ、具体的にはこのアプリケーションコンティニティで再実行できないケースっていうのがありえます。まあ、ほとんどのケース、あのー、ではえこれに該当しないんですけども、まあ、ある種のえ処理についてはこれに引っかかってしまうので、えー アプリケーションコンティニティが適用できないというようなケースがあります。では、まず概要に見ていきたいと思います。まずですね、その更新トランザクションの途中で異常を終了すると何が起こるというところを見ていきたいと思います。これ、SQL プラスでログインして、SQL を発行している図になるんですけど、まず1ですね。ここで、インサートイント t o t a b l 1ということで、1行インサートしてます。 で2で、えー、そのインサートした値を見ます。セレクトで from テーブル1ってやると、えー、このインサートした値が見えますね。で、3、ここで、えー、この、えー、接続しているセッションをブチッと切ります。で、4で切れたセッションに対して、もう一回同じセレクト文を打つと、えー、エラーになりますね。うん。まあ当然エラーになります。で、ここでセッション切れちゃったので、もう一回再接続して、5で セレクトえフロムテーブル1ってやると、えー、このセッション以上終了したので、データベースサーバー側ではロールバックされているはずですよね。ですから、えー、この1のインサートはロールバックされて、えー、5では、えー、何も入ってない状態になるというのが、えーまあ、トランザクションの仕組みですね。これはオラクルデータベースに限らず、えーまあ、トランザクション機能をサポートしているデータベースですと、まあ、こういう似たような。 同じような動作になるっていうのは、まあ、皆さんご理解されているところだと思います。で、アプリケーションコンティニティがあると、どうなるかっていうと、これも全く同じ手順で SQL を実行していきましょう。まず1でインサートをしますね。で、2でそのセレクトします。で、3で同じくセッションをブチッと切るんですけども、で、 読んで、また2と同じセレクト文を打つと、これ、セッション1回切れてるにもかかわらず、内部的には再接続して、このトランザクションの先頭1から再実行された上えで、このセレクト文が再実行されてます。ですから、ちゃんと値が入ってるんですね。ですから、このクライアントアプリケーションから見たら何も起きてないように見える。 そしてトランザクションがちゃんと完遂するというのがこのアプリケーションコンティニティです。つまり何も起きてないように見えるっていうのが、まあ、すごいところですね。で、これをあのちょっと、えーまあ、ど動作をちょっと再確認しますけど、まず更新トランザクションの途中で異常を終了したというところの図です。で、これ左から アプリケーションで、真ん中がオラクルの接続ドライバーですね。で、一番右がオラクルサーバーっていう図で、上から下に向かって時間が流れてるという図ですね。で、アプリケーションが DML1 を発行すると、オラクルの接続ドライバーがそれを受け取って、オラクルサーバーにその DML1 を発行してるという意味の図です。で、上から DML1、DML2、DML3 と発行していって、DML3 が発行していって、d m l え何らかの原因で異常終了するようなことになったとします。すると、アプリケーションはエラーを観測しますし、オラクルサーバー側ではコミットされてないので、このここまで発行した DML1、2、3、全部ロールバックされるという動作になりますねで。これでアプリケーションコンティニティは内部的にどういう動作をしているかといいますと、アプリケーションが DML1 を発行すると、 ですねこのオラクル接続ドライバーがですね、その何を発行したかっていうのを内部的に覚えてます。そして、アプリケーションが DML3 を発行したときに、何がしかエラーになったとしたら、このオラクル接続ドライバーは、アプリケーションにエラーを返さずに、再接続して、記憶していた DML123 を、オラクルサーバーにえー内部的に発行します。 で、それがちゃんと通ったら、処理がまた元に戻って、DML456N と実行していって、最後コミットする。つまり、アプリケーションから見たら、何もエラーが起きてないうちにトランザクションが正常に完了したと。こういう仕組みになっています。で、このアプリケーションコンティニティっていうのは、基本的にラックと組み合わせることを想定した機能です。で ラッ,クのえー、ラックに接続しているクライアントから見て、まあ、あのデータベースサーバーに障害が起きたら、えー、どう見えるかというところをちょっとおさらいしておきたいと思うんですけれども、えー、ラックの仕組みとして、す、え、べ、ー、ての、えー、インスタンスが、えー、共有ストレージを、えー、マウントしていて、すべてのインスタンスはすべてのデータにアクセスできる状態になっています。ですから オラクルクライアントっていうのは、どのインスタンスに接続しても全く同じアプリケーションが実行可能になっています。で、オラクルインスタンスがクラッシュすると何が起きるかなんですけれども、そうすると、生き残っている正常オラクルインスタンスによって、クラッシュしたインスタンスの中途半端なトランザクションというのを自動的にリカバリー処理が開始されます。 でそれがクライアントからどう見えるかなんですけど、まず左の障害インスタンスと接続していたクライアントは、セッションが切れてエラーを観測しますね。で、もうこのコミットされていないトランザクションによる更新は、残りの正常インスタンスによって自動的にロールバックされます。そして右側の正常インスタンスと接続していたクライアントは、エラーにはならない。トランンザクション 処理継続ですね。で、そのリカバリー処理の、まあ、ごく短時間の間、まあ、s ー l 処理の進行がフリーズする時間がちょっと発生するんですけれども、あのなんとから見たら、まあ、エラーにはならないというのが、ラックの障害の動作の見え方になります。で、アプリケーションコンティニティは、まあ、ラックと組み合わせるものなんですけれども、12C リリース1で実装された機能なんですけれども、 動作としては、オラクルの接続ドライバーがセッション切断を検出すると、再接続からトランザクション再実行まで全部自動でやってくれるという機能になります。ですので、アプリケーションから見ると、エラーを検出せずに、トランザクションが完了しますで。ほとんどの場合、何もアプリケーションのコードをいじらずに適用可能です。 で、えー、ここからなんですけど、まあ、エラーになったら自動再実行っていうと、あの言うだけなら簡単なんですけども、実はあの結構あの繊細な配慮が必要です。でここからですね、そのコミットの仕組みっていうのをちょっと、えー、おさらいをしたいと思います。で、オラクルに限らずですねあの、まあ、ほとんどのデータベースのエンジンっていうのは、 あのまあ、ライトアヘッドログって呼ばれるあの更新の記録をしておくファイルがありますね、まあ。オラクルならこれがオンラインリードログファイルと呼ばれるものなんですけども、あのアプリケーションが、えー、DML を発行して、えー、最後にコミットを発行すると、えー、そのオラクルサーバーの、えーまあ、ログライタープロセスがコミットをオンラインリードログファイルに 書き込み完了できたら、えー、その時点で、オラクルサーバーの中では、まあ、コミットが完了したことになります。でもしこの瞬間にオラクルインスタンスがクラッシュしてしまったとしても、まあ、再起動した後に、えー、この永続化されたオンラインリールログファイルの中を見ることであ、このトランザクションはコミット、えー、までされてたんだなということが分かるので、えーえー、ロールフォワードできますし、 もしそのトランザクションがコミット書き込みできてずに終わってたとしたら、これはコミットされてないんだなっていうことで、まあ、ロールバックするわけですね。つまり、オンラインリードログファイルに書かれた情報が全てなわけです。さて、ここで、え、コミットを、まあ、アプリケーションが発行したときに、え、何か映画返ってきた。 ととといううことをちょょっと想定ししてみまオラクルインスタンスがクラッシュしたなんですけれどもあの、クライアントがコミットを発行しただけれどもあの、それが、そのコミットがオンラインリードログファイルに書く前にクラッシュしたのか、オンラインリードログファイルに書けた後に、えー、その戻っ、コミット書けたよっていう通知が戻ってくる前に、 インスタンスがクラッシュしたのかっていうのは、実はクライアントから全く見えませんね。あのとにかくあの接続が切れちゃったので、何が起こったかは分かりません。ですけれども、このコミットの情報がオンラインリズルファイルにかけたのか、かけてなかったのかによって、あのクライアントがこの更新トランザクションを再実行していく良いかどうかっていうのがあの、場合分けが発生しますよね。 あのコミットされてないんだったら再実行しても構わないんですけどももしそのコミットが完了してたのにもう一回同じ更新かけちゃったらこれデータの不整合が起きてしまいますですからあの更新トランザクションがエラーになったからといって単純に再実行っていうロジックではちょっとまずいことが起きます、はい、なので、まあ、アプリケーションコンティニティはあのこれをカバーするための機能っていうのがあの一緒に実装されましたで これトランザクションガードっていう機能が、このアプリケーションコンティニティのために、12C リリースんで一緒に実装されたんですけれども、あのまあ、何をやってる機能かといいますと、これはあのトランザクションの ID を指定して、オラクルサーバーに問い合わせると、それがコミットされてたかどうかっていうのを確認する、機能として単純なお話ですねあの。こういう機能が一緒に実装されています。 でこれがアプリケーションコンティニティの中でどう使われているかといいますと、この Oracle のまあ接続ドライブは、セッションの切断を検出すると、自動再接続するんですけども、このコミットのときの障害っていうのは、再実行する前に、このトランザクションガードの機能を内部的に呼び出して、コミットされてたかどうかっていうのをちゃんと確認しに行きます。 でコミットされてないんだったら、えー、再実行ですねで。コミット完了してたんだったら、えー、もうそのままコミットされたものとします。ですから、えー、このコミット時の,その微妙なあのタイミング依存の問題をもちゃんと考慮した上で、えー、安全に再実行できるような、えー、機能になっています。で、えー、こ。 はですね、ちょっとお金の話になるんですけども、アプリケーションコンティニティに必要なライセンスなんですけども、エンタープライズエディションのラック、もしくはアクティブデータガードのライセンスが必要になります。この表は、オラクルデータベースのライセンスのえマニュアルになるんですけども、のこの読み方っていうのが、SE2 とか EE とかいうのがまあエディションの名前ですね。 で左の方の、えー、EE っていうのが、えー、いわゆる、まあ、オンプレミスの、えー、エンタープライズエディションですね。EE の ES っていうのはエンジニアードシステム、エクサデータのことです。ですから、オンプレミスは、あのスノーエンタープライズエディションと、えー、ラックオプション、アクティブデータガードオプションっていうのが、あの個別のになってますので、これはあの必要なライセンスを購入してくださいというお話です。 で、そこから右、DBCS って言ってるのが、オラクルクラウドのデータベースクラウドサービスのことですね。で、この、まあ、エディション、いくつかあるんですけども、のまあ、EE の中にですね、まあ、SNOWEE と EEHP、まあ、EEEP、e e e、ってあるんですけども、これはですね、あのオンプレミスでいうところのこの優勝オプションをいくつかグループ化して、 あのまあ、いわゆる松竹梅みたいな段階を踏んでいるんですけども、この EE の EP、エクストリームパフォーマンスっていうのに、ラックオプションとアクティブデータガードオプションが含まれています。サシー c s っていうのは、エクサデータクラウドサービスですねで。この2つがラックオプションを含んでますので、これだと、えー、アプリケーションコンティニティをお使いいただけます。 でこれがまあライセンスのお話なんですけれども、ただし、えー、技術的な実験自体はです、ね、エンタープライズエディションのシングルインスタンス構成でも可能です。まあ、その方法はこの最後のほうにご紹介します。でここからです、ね、ちょっと構成、具体的な構成のお話に入っていきます。 でアプリケーションコンティニティっていうのは、オラクルクライアントとオラクルサーバーの連携機能ですので、えー、クライアントとサーバー、えー、双方の考慮点があります。でまず、そのクライアントの方なんですけども、えー、アプリケーションコンティニティ対応の、えー、接続ドライバーを使います。で、ラックサーバーの、あオラクルサーバーの方は、えーまあ、アプリケーションコンティニティっていうのはですね、サービスの属性として、 設定します。そして、まあ、トランザクションガードを有効化するというのがえ基本的なえ設定になります。でえ、オラクルサーバー側の設定っていうのはえ簡単な話ですねあの。アプリケーションコンティニティを、まあ、有効にするための、まあ、スイッチを入れるだけなんですけども、ややこしいのがクライアント側の方になります。 でまあ、アプリケーションコンティニティの関連のマニュアルってどこにあるかといいますと、サーバー側は、ラック管理のマニュアルにアプリケーションコンティニティの章があります。でクライアント側は、アプリケーションコンティニティに対応している各言語用の接続ドライバーの中にアプリケーションコンティニティの説明があります。で対応しているのは、ねまあ、JDBC ドライバーと OracleDataProvider4.net ですね。 そして、オラクルコールインターフェース、C 言語用のライブラリーのことです、はい。この3つのドライバーが対応していますがあの、このドライバーのうちでもどういう構成が必要かっていうのが、えー、後で、えー、詳しくご紹介します。まず簡単なサーバー側の構成の方を見ていきます。 でアプリケーションコンティニティのサーバー側の設定っていうのは簡単な話で、えー、サービスの属性として設定します。あとはトランザクションガードを有効化するっていう設定になります。でアプリケーションコンティニティにも、えーねまあ、12C のリリース1で実装されたんですけども、あの途中といいますか、18C からです、ね、動作モードが1つ増えて、 まあ、透過的アプリケーションコンティニティって言うんですけれどもあの、この2つ、何が違うかと言いますとあの、まあ、透過的アプリケーションコンティニティのほうで書いてある、あのまあ、リプレイ協会っていう概念があるんですけれどもあの、このリプレイ協会、後で説明するんですけども、まあ、それを自動的に認識するかどうかっていうのがあの大きな違いになります。 まずこのサービスの属性として設定するんですけど、まずサービスとは何ぞやというと、オラクルクライアントが接続記述子の中で指定するサービスの名前のことですね。データベースのワークロードを抽象化した概念、それはそれでちょっと難しい概念ではあるんですけど、もこのサービスの属性として設定します。 でオラクルグリッドインフラストラクチャーがインストールされている場合、えー、このサーバーコントロールコマンドで、えー、サービスの属性を設定するんですけども、えー、ポイントはあのフェイルオーバータイプという属性です。でこのサービスの属性の、えー、フェイルオーバータイプに、えー、アプリケーションコンティニティの、えー、動作モードを、えー、指定するんですけども、あの アプリケーションコンティニティよりも前ですねあの。アプリケーションコンティニティは更新トランザクションを丸ごと再実行するっていうだったのそれよりも昔ですね。それからあの、ラクルを触っている方でしたら、あの透過的アプリケーションフェイルオーバー、タフって呼んでた機能ですね。これもあの、聞いたことあるかと思うんですけども、これは、これもあのセッションが切れたら自動再接続して、セレクト再実行する機能ですね。 でこれもあのこのフェイルオーバータイプの属性の一つとして扱われていますで。このフェイルオーバータイプがマッ、まあ、ションもしくはセレクトだと、えー、タフなんですけども、ここにトランザクションもしくはオートって書くとアプリケーションコンティニティの動作モードになります。でもう一つこの、いわゆる表の操作に対する DML の、えー、自動再実行。 の機能だけじゃなくてですね、もう一つの更新がありますね。それは、オルターセッションによる、えー、セッション状態の変更、これもあの復元する機能を持っています。で、オルターセッションをこんなトランザクションの中で打つことがあるのかっていう、えー、疑問に思われる方あるいらっしゃるかもしれないんですけども、たまにですね、この、えー、左側の、えー、箱にある、まあ、NLS なんとかですね、例えば デート型を文字列としてどう表現するかっていう、例えば NLS デートフォーマットとかですね、これをオルターセッションで決め打ちしているようなコードを書く方が、まあ、ごくたまにいらっしゃいますけども、こういうオルターセッションによる変更なども復元する機能を持っています。それを指定するのがフェイルオーバーリストアなんですけども、これは組み合わせとしては、まあ、 1>, 1パターンしかなくてですね、あのトランスペアレントアプリケーションコンティニティを、えー、設定すると、えー、自動的にあのセッション状態復元、フェイルオーバーリストはイコールオートが設定されますし、えー、アプリケーションコンティニティの方フェイルオーバータイプがトランザクションの場合は、まあ、フェイルオーバーリストは、まあ、レベル1って設定するんですけども、まあ、この組み合わせしかないので、特に考えることはないです。 で次がですねあのトランザクションガードの機能も有効化する必要があります。で操作としては2つあるんですけども、1つはですねその、えー、アプリケーションコンティニティを使うユーザーに、えー、この DBMS アップコントっていうプロシージャーの実行権限をグラントする必要があります。ただし、まあ、19C ではあの、まあ、サービスの属性右のサービスの属性をセットすると、 い、えー、いらないで,すで、す、まあ、サービスの属性の方なんですけども、このコミットアウトカムっていう属性があるんですけども、これを true にしておきます。でこうすると、まあ、トランザクションガードが有効になります。で、えーまあ、オラクルクラウドに、まあ、オラクル、えー、オートノマスデータベースっていう、まあ、エクサデータを、えー、ベースにしたあの自立、えー、データベースのサービスが 用意されてるんですけれども、これはですね、OS コマンド、OS にログインできないので、サーバーコントロールの操作ができません。ですが、アプリケーションコンティニティに対応していまして、そのアプリケーションコンティニティを設定するための専用のプロシージャーが用意されてますので、これを使います。で、オートノマスデータベースには、あの複数のユーザーの皆様で、 1>, えー、1つのエクサデータを共有している、まあ、シェアードインフラストラクチャーっていうのと、えー、1つの、えー、1人のお客様が、まあ、あのエクサデータを専有しているデディディケーテッドインフラストラクチャーっていう、えー、2種類の提供形態があるんですけども、それによってちょっとだけ違いまして、下の表ですね、シェアードインフラストラクチャーの方は、あの動作モードとしてはアプリケーションコンティニティしかないです。 で、デディリケートの方だとあの AC と TAC 選択できますし、す、え、で、ー、にあの事前作成されているいくつかのサービスではあの、トランスペアレントアプリケーションコンティニティが有効になっている、まあ、サービスがあります、うん。で、アプリケーションコンティニティを設定したら、それはどこで 確認できるかといいますと、サービスの属性ですので、サービスに関するビューですね、DBA サービスなどがありますけれども、ここにフェイルオーバータイプっていう列と、コミットアウトカムっていう列があります。これを見ると、フェイルオーバータイプに、コミットアウトカムにイエスと書かれていれば、アプリケーションコンティニティですし、フェイルオーバータイプがオートならば、トランスペアレントアプリケーションコンティニティが設定されている。 ということが分かりますでここからがクライアント側のお話です。ややこしいのはここからです。でクライアント側の設定の前にです、ね、まずこのリクエスト協会ていうこのアプリケーションコンティニティ独特の概念をちょっとご紹介します。でそれに伴いです、ね、Java とそれ以外の言語でちょっと場合分けが発生します。 で3つ目がですね、可変オブジェクトっているのは、ですね、シスデートとか、あのシーケンスオブジェクトのことなんですけども、それの挙動についても、あのアプリケーションコンティニティの独特の考えがあります。でまずですね、このリクエスト境界の概念なんですけども、あのまあ、アプリケーションコンティニティが想定する行動ってどういうものかと言いますと、まあ、左の図で言いますと、これ、オラクルの が用意しているまコネクションプールからゲットコネクションして DML を発行していきます。で最後は1回だけコミットしてクローズでコネクションプールに返却する。こういうコードを想定しています。でこのコネクションプールからゲットコネクションしてクローズするまでの間。 これをまあリクエスト協会って言うんですけども、アプリケーションコンティニティっていうのは、このリクエスト協会を先頭から再実行するという機能になっています。このまあリクエスト協会の概念っていうのがそうなんですね、Java の場合だけちょっとあのややこしいんですけれども、これ Java の行動で表しているんですけども、まずそのコネクションコンイコール、えー、データソースからゲットコネクションして、 でコネクションを取得してるんですけれども、その次、BeginRequest って書いてますね。これがあのリクエスト協会の開始です。で、この BeginRequest の後に、まあ、s ル l を、えー、実行して、えー、コネクションコミットでトランザクションを完了して、その後にまあエンドリクエスト、でここでリクエスト協会の終了ですね。で、コネクションをクローズする。 なんですけども、この BeginRequest と EndRequest で囲った間がリクエスト境界で、この間が実行の対象になります。で、この Java の場合ですね、この BeginRequest と EndRequest を挿入しなければならないのかっていうと、そういうわけではなくてですね、ここでちょっと場合分けが発生します。ちょっとややこしいんですけども、このですねコネクションプールがオラクル製だと、 この begin request、end request はいりません。例えばですね、ユニバーサルコネクションプールっていう、そのコネクションプールだけの j a a ファイルを、えー、提供してるんですけども、これですとか、オラクルウェブロジックサーバーのコネクションプールの場合、この begin request、end request はいらないです。で、それ以外の場合って何だっていうと、いわゆるサードパーティー製の j a v a のアプリケーションサーバーですね。で、そこ、コネクションプールから、えー、 えー、これ、コレクション取得したときにあの、この BeginRequest、e n d r e q が必要な場合があるんですけれども、の最新の、えー、OracleJDBC ドライバーと、えー、OracleDatabase19C、サーバーもクライアントも両方 19C 以降で、統、え、化、ー、的アプリケーションコンティニティの動作モードですと、これも BeginRequest、ドリクエストがまあがいらなくなってます。ちょっとこの あの歴史的経緯がちょっとややこしいんですけども。はい。で、まあ、アプリケーションコンティニティの、まあ、対応クライアント、元で、えー、JDBC ドライバーと OCI と ODP.NET と言いましたけども、あのも,もうちょっとあの限定的になってます。で一番最初、12C リリース1で実装されたのは、えー、JDBC の新ドライバーだけでした。で、えー Java の,あのアプリケーションサーバーって、まあ、いろんなあのデータベースのエンジンサポートしてますけども JDBC ドライバーの,あの接続のクラスを登録しますよねで、えー、これまで使っていたあのクラスとは別の、えー、新しいクラスの名前ですねあのこのリプレイドライバーって呼んでるんですけどもあのここに書いてある、まあ リプレイ o r a c l e d a t a s o u r c e i p っていうクラスを指定していただくことになります。あのこのリプレイ機能以外は、あのこれまでの JTBC ドライバーと全く同じ機能ですね。で、まあ、Oracle のユニバーサルコネクションプールを使用していただくと、ビギンリクエストエン s t e n d r e の API 挿入のコード変更はいらないです。ですけれども、19C の,19 c の トランスペアレントアプリケーションコンティニティでは UCP 使わなくとも、えー、リクエスト協会の API 挿入が不要という、まあ、ちょっとややこしいこれもなんでそうなっているのかというのはあの後のスライドで説明しますで2つ目が、えー、12C リリース2から、えー、対応ドライバーが増えました1つは OCI セッションプールですね OCI の中でもこのセッションプールというのは OCI が持っているコネクションプールの機能です これを使うとアプリケーションコンティニティ対応になります。ただし、この OCI セッションプールに対応してなければ使えないということなので、オラクルのプリコンパイラ製品である ProC ト ProCoVol って実は OCI セッションプールに対応してないので、これについては AC は使用できません。ちょっと実験してみたいというところで出てくる SQL プラス、これ実は AC 対応してますので、実験可能です。 で三つ目がマイクロソフト・えー Microsoft. .NET 環境のドライバーですね。ODP ・ .NET のアンマネージドドライバーが、えー、対応しています。で、この場合はまあ接続文字列にまあアプリケーションコンティニティーコール True と書くことでアプリケーションコンティニティが有効になります。このマネージドとアンマネージドってなんだっていうとですね、これあの .NET 用語で言うところのマネージドコード で、この ODP.NET アンマネージドドライバーって,っていうのは中身はですね、あの下の階層に OCI がいます。OCI の上に書かれた .NET 用のドライバーですね。ですので、マネージドコードじゃないドライバーっていう意味です。で,ですのでこの、まあ、中身ではこの OCI の機能を使ってアプリケーションコンティニティを実装しています。 でですねこの Java とそれ以外で何でこんな場合分けがあるのかっていうのはですね、そのコネクションプールの機能がどの階層の持ち物かっていうのがあの違うからです。で左が、えー、Java のアプリケーションサーバーで右が、まあ、Java 以外のアプリケーションサーバーを表しています。で左、Java の場合、えー、コネクションプールの機能ってアプリケーションサーバーが実装してる機能ですよね。ですので、この コネクションプールの機能とえオラクルの接続ドライバーの機能っていうのが別の、えー、階層になります。ですので、このプールのところにオラクル製のドル、えー、コネクションプールが使えるかどうかでちょっと場合分けが発生してしまうんですけれども、右、えー、Java 以外の、えー、ドライバー、OCI セッションプールと ODP.net のアンマネージドドライバーっていうのは、このプールと、えー、接続ドライバーの、えー、機能が一体化してます。 ですので、ビ、えー、ギンリクエスト、エンドリクエストに相当する API なしで、えー、アプリケーションコンティニティが使えるという、えー、こういう、まあ、言語ごとの,あの事情が影響しています。でこの Java の UCP って何だって思われるかもしれないんですけども、の Oracle の JDBC ドライバーのダウンロードページに行っていただくとですね、このコネクションプールだけの j a ァイルのクラスっていうのも提供しています。まあ、それが UCP.jar ですね。UCP.jar 単体でもダウンロードできますし、JDBC ドライバー関連の j a ァイル全部入りのファイルとかをあのダウンロードできます。ですので、まあ、使っていただくだけなら簡単に入手可能になっています。で、えーまあ、オラクフの ウェブロジックサーバーをちょっと、えー、取り上げるんですけどもあの、ウェブロジックサーバーは12.1.2以降で、えー、アプリケーションコンティニティに対応しています。で、このコネクションプールに相当する、まあ、データソースが何種類かあるんですけども、あのまあ、ジェネリックデータソースおよび、まあ、アクティブグリッドリンクデータソース、どっちも、えー、リギンリクエスト、エンドリクエストなしで、えー、アプリケーションコンティニティが使えます。うん。 これがオラクル製のコネクションプールだと、えー、このビーギンリクエスト、エンドリクエストがいらないっていうお話です。では、サードパーティー製の Java のアプリケーションサーバーの場合、どうなるかっていいますと、このコネクションプールの機能っていうのは、Java のアプリケーションサーバーの持ち物ですので、基本的にそんな自分の機能の一部を入れ替えるなんていうのが、まあ、基本的に想定されて いないわけです。が、あのごく一部の、えー、アプリケーションサーバーは、えー、この UCP をサポートすると言っているものがあります。あのまえー、明示的にその UCP サポートが公開されているものは2つあってですね、IBM の WebSphere と、えー、NEC の WebOTX ですね、これはあの、えー、公開のウェブページを探していただくと、 UCP の使い方が説明があります。ですので、基本的にこれら以外の Java のアプリケーションサーバーっていうのは、コネクションプールに UCP を使用することを想定していないので、ビギンリクエスト、エンドリクエストの,あのアプリケーションのコード回収が必要になるかもしれないんですけども、あの先ほどから言っているあの JDBC ドライバーもラックサーバーも 19C かつトランスペアレントアプリケーションコンテンツの動作モードを使える環境であればこのビギンリクエストエンドリクエストはいらないです。うん、ややこしいですね。で、まあ、それをあのバージョンごとにちょっと簡単にまとめたお話なんですけども JDBC 新ドライバーは 12C のリリース1で一応 リリース1から、えー、アプリケーションコンティニティにまず対応しました。で、えーまあ、バージョンごとにあの書いてあるんですけども、ポイントは、えー、リリース 19C ですね。DDBC ンドライバー 19C で、えーまあ、トランスペアレントアプリケーションコンティニティのモードが、えーまあ、リクエスト境界を自動判別するようになったので、えー、UCP を使わずとも、えー、リクエスト境界の API 技術が省略可能になりました。で、それを、ね、対応するには、えー、楽側も 19C が必要です。はい。まあ、とにかく、まあ、最新だったら、まあ、なんとかなるっていうところまで来ました。はい。で、まあ、JDBC ドライバーっていうのは、まあそ、それに対応する JDK のバージョンっていうのも、まあ、気をつけないといけないです。で、これは、バージョンの組み合わせっていうのは、公開の えー、FAQ があります。一番下に URL が書いてあるんですけども、オラクルのリリース、それぞれのリリースが含んでいる JAF ファイルと、えー、それに対応する JDK のバージョンも一応あの確認する必要があります。で、えー、ここまではその設定上のお話だったんですけども、ここからはですね、ちょっとコードのお話を見ていきます。 アプリケーションコード上の考慮点いくつかあるんですけども、一つは可変オブジェクトですね。あのシスデートとかあのシーケンスのネクストバルっていう、あのセレクトするたんびに返ってくる値が違うオブジェクトのことを可変オブジェクトっていうんですけども、その扱いですね。で、二つ目は副作用のあるプロシージャーの扱いなんですけども、副作用のあるプロシージャーって何かっていうと、 オラクルの持っている PLASKL のパッケージたくさんあるんですけども、オラクルサーバーの外側に作用するプロシージャーってありますね。例えば、メールサーバーにメールを投げるとか、ウェブサーバーに HTTP リクエストを出すとか、データベースサーバーの外側に作用する処理っていうのは、ロールバックを発行しても取り消せません。そういうプロシージャーが入ってた場合、どうするかですね。3つ目、 自立トランザクション、オトノマストランザクションのことなんですけども、これはオラクルクラウドの,の ATP のことではなくて、トランザクション用語の,あの入れ子になったトランザクションですね。これを再実行するとどうなるかという、えー、ケースと、4つ目、アプリケーションコンテンツで再実行できないケース、エラーになるケースですね。あの問題になるのはこの4つ目のケースです。あの再実行できないコード。 はもうコード書き換えるしかないですなので、まあき、本当に気にしなくちゃいけないのはこの4つ目のケースですね。でまず1つ目、可変オブジェクトの扱いですで。可変オブジェクトって何ですかっていうと、まあ、右上に書いてある読み出すたびに値が変化するオブジェクトのことですね。シスデータとかシスタイムスタンプという現在時刻を表すオブジェクト。これは当然、 セレクトするたびにあの時刻が違いますから返ってくる値も違いますね。シス GUID っていう一位な識別しロー型で返ってくるんですけども、こういうオブジェクトもあります。三つ目が、シーケンスの NEXTVAR、一位な数値を返すオブジェクトですね。NEXTVAR 呼ぶたびにインクリメントされていくっていうオブジェクトです。でこれを、えー、アプリケーションコンティニティの中で使うと何が起こるか。 っていうののが左側の図ですでこの図はです、ね、まず時刻 t0 で、まあ、insert into table1 values sysdate ということで、sysdate 現在時刻を表にインサートしようとしているという、えー、トランザクションですねで。このトランザクションの途中で、まあ、障害検出されてアプリケーションコンティニティで自動再実行されます。 で、その再実行された時刻が時刻 t1 だとしましょう。では、この表にインサートされる時刻って t0 か t1 かどっちになるのが正しいでしょうかというと、これは時刻 t0 になります。なぜかというと、あのこれは、えー、後で説明します。で、えー、こうなってないと、えーまあ、再実行の時に、えー、値が変化すると、これは、えー、エラーに なりますでそのための、まあ、設定っていうのが必要で、まあ、キープ属性の指定っていう、えー、属性が必要になりますで。なんでこのキープ属性が必要なのかって言いますと、あのこの s の、えー l の実行ってあの最初の方で、えー、説明した例の s ー l そのものです。もう一回説明します。で1で、Insert、ま、into、あ、ーテーブル1で、Values でシスデートと。 シーケンスのネクストバルをインサートしてますね。で、2でそのインサートした値をセレクトで見ます。で、3でセッション切りました。で、4でもう一回同じセレクト文を見ます。もしこのトランザクションが正常に実行されてたとしたら、これ2と4の結果同じになってないといけないんですよね。なぜならば、 えー、この1でインサートした値があのコミットしてないので、他のセッションからもいじられようがないので、えー、自分のセッションの中でセレクトしている限り、同じ値を返し続けないといけないです。ですから、えー、4で、えー、セレクト、えー、した中で、あの最実行1の、S、インサート分が再実行された上で、4の値が表示されているんですけども、 ここでインサートされる値っていうのは、あの1の値と同じ値が入ってないといけないんです。ですから、これあの、可変オブジェクトには、キープ属性っていうのが必要になりますで。このキープ属性の設定なんですけども、これ、9.c ではあの設定しなくてもいいんですけれどもあの、それより前のバージョンだとあのちょっといります。で1つ目がですね、まあ、シーケンスの属性は、まあ、オルターシーケンス。 がいるんですけども、あとは管理者ユーザーでですね、デートタイムっていうのがキープ属性をつけると、現在時刻ですね、シスデートとかにキープ属性がつきますし、グラントの2つ目、シス GUID、これもあのまあシス GUID にキープ属性をつける。3つ目がシーケンスにキープ属性をつけるですね。こういうのが必要になります。19C ではあのデフォルトで このアプリケーションが直接 SQL を発行する場合は再実行前の値が保持されるまあつまりキープの動作になるので設定しなくてもいいですでえっとまた Java の話になるんですけどもあのアプリケーションコンティニティに対応していないクラスっていうのが一部ありましたえっとですね普通は Java.SQL の 下のクラスを、型のクラスを使うので、まずこのオラクル .sql のクラスなんて使わないので、ほとんどのケースでこんなあの制限に引っかかるーコードってないと思うんですけども、もしこのオラクル .sql のークラスを使ってた場合は、12.2までですと、Java のコードはアプリケーションコンティニティできませんでした。ただしまあ AT&C から一応これらのクラスもサポートされたんですけども、まずこれらのクラスを使っているコードを書く人がいないので、ほとんどこれに抵触することはないと思います。けれども、一応制限事項、マイニュアルにも載っている制限事項なので、一応載せています。次がですね、DBMS 外部に対して副作用を持つプロシージャーが含まれている場合ですね。 ロールバックしても取り消せない処理を再実行させるかどうかっていうのは、これあの、アプリケーションの意味によりけりです。でですね、DBMS 外部に対して副作用を持つプロシージャーっていうのはの、どんなのがあるかって言いますと、この左の,あの枠で囲ってあるようなやつですね。Util HTTP とかです,ですと、まあ、HTTP サーバーにリクエストを出すとか。 そういうデータベースサーバーの外側に対して作用するようなプロシージャーが入ってた場合、どういう動作になるかといいますと、右側ですね、アプリケーションコンティニティの場合は、モードの場合は再実行されます。が、再実行したくない場合は、アプリケーションのコードに再実行させないための API を埋め込むことで、再実行するなっていう指示。 出せますこれが、透、え、過、ー、的アプリケーションコンティニティの動作モードですと、あの再実行されないという、えーまあ、動作、決め打ちになります。まあ、ほとんどの場合、この再実行しないっていう動作モードでいいと思うのであの、投下的アプリケーションコンティニティでいいと思うんですけども、あのまあ、今時のこの Web、まあ、アプリケーションですと、こんなプロシージャーを、えー、データベースサーバーの中から呼ぶっていうケースが多分あんまりないので、まあ、これにもあんまり 抵触、えー、することは多分ないと思います。で、続きまして、自立トランザクション、オートノマストランザクションですね。あのー、これ、自立トランザクションっていうのはですね、トランザクションの中で入れ子になったトランザクションっていう意味なんですけども、このですね、あのー、左半分が、まあ、アプリケーションロジックの、えー、プロシージャーの呼び出しですね。 でその中でですね、あの、オートノマスプロシージャーっていう、えー、プロシージャーを呼んでるんですけども、それが、えー、右の、えー、枠ですね。こっちがですね、この中で、まあ、プラグマ、オートノマストランザクションっていうあのプラグマ、まあ、いわゆるヒント文で,ですね。このヒント文がついてると、えー、自立トランザクションになるんですけども、このプロシージャーの中で、ビギンの中であのコミットを打ってるんですけども、 このプロシジャーの中だけで、えー、コミットされるっていう、その、コミットされる範囲が閉じた、えー、プロシジャーですね。こういう、えー、この閉じた、えー、トランザクションのことを、えー、自律トランザクションと言います。で、この、えー、自律トランザクションがコミットされると、また左の、えー、アプリケーションロジックのプロシジャーに戻って、 処理が継続されるんですけどもあの、もしこのアプリケーションロジックのプロシージャーの方であの途中でステション切れて、アプリケーションコンティニーで再実行されるとなったら、もう一回またこのアプリケーションロジックのプロシージャーの先頭から再実行されるんですけども、そうするともう一回右のリリース・トランザクションの中を通って、またコミットされます。するとつまりこの 自立トランザクションのコミットが複数回走るっていうような動作になりますで。左のアプリケーションロジックのプロシージャーはロールバックされてるんですけども、えー、右の、えー、自立トランザクションは、まあ、通った回数だけ、えー、コミットが記録される、まあ。こういう動作になります。でですね、まあ、ここからはですね、あのアプリケーションコンテンツっていうかできないケースについて扱っていきます。で、あの先ほどはあの、 サーバー側のマニュアルは楽で、えー、クライアント側のマニュアルは各接続ドライバーのマニュアルだとご紹介したんですけども、そこにはですね、アプリケーションコンティニティを使うにはこう設定しますとは書いてあるんですけれども、どうなってたらできませんとは書いてないんですね。ですので、あのそのヒントっていうのはまあエラーコードから、えー、見ていくことになります。 でまあ、先ほど、このアプリケーションコンティニティが想定するコードの図をご紹介しました。コネクションプールからゲットコネクションして DML を発行していって、最後に1回だけコミットして、コネクションプールに返却するのが、まあ、アプリケーションコンティニティが想定するコードです。でこの形でないと何が起こるかっていうと、まあ、エラーになります。どういう形かっていうと、 まず、えー、ですね、一つ目がですね、あの、ストアドプロシージャーの中で複数回コミットしているようなケースです。あの、バッチ処理とかならありえるケースですね。あの、4のループなどの中で、まあ、DML を発行して、その中で一緒にコミットをしているようなケースです。つまり、このプロシージャーを呼び出すと、この中で複数回コミットが発行されるようなケース。これが、 途中で異常終了するとえどうなるかって言いますと、これをあの先頭から再実行しようとしても、あ,のあくまでコミットされたとこまでは更新が確定してしまっているので、えー、これ全体としては再実行できないんですよね。で、これアプリケーションコンテンニティを適用しようとしたらどうなるかって言いますと、ちゃんと安全装置がついてまして、あの この,あのリクエスト協会の中でコミットしたかどうかちゃんと見てるので、あの丸ごと失敗します。ですから、このオーラ41408っていうエラーになって、アプリケーションコンティニティが働きません,、うん。こういう安全装置がついてます。でもう一つはあの、今度はスタートアドプロシージャーじゃなくってあの、アプリケーションが直接 SQL を発行しているようなケースで、えー、コミットが複数回あるようなケースですね。 これ、えー、2行目でコミット発行してますけども、その後にまたインサート発行してます。で、ここで、えー、セッション切れて、えー、アプリケーションコンテンリティが発動すると、これもまあ先頭からはあの、丸ごと再実行っていうのができませんので、これ、これはさっきとちょっとエラー番号が違うんですけども、41409ってエラーが出てあの、再実行されないっていう安全装置が一応ちゃんとついてます。 でここからですねあの、検証したいって思っていただいた方に対するあの検証のチップ数になります。で、1つ目、またあのエラーになるケースなんですけども、ああの再実行時に値が変化したら、えー、エラーになります。これ、どういうことかっていいますと、先ほどのキープ属性を満たさないというケースですね。 でキープ属性がついてなかったら、昔のバージョンですと、この41412っていうエラーになりました。値が変化しちゃったら、ちゃんとエラーになるっていう安全装置がついてたんですけども、これに抵触するケースがまだあってですね、v d a ダ a インスタンスの値、つまり接続しているオラクルインスタンスの情報を読んだらダメです。なんでかって言いますと、ラックの場合、そのインスタンスごとに インスタンス ID とかインスタンスネーム違いますよね。で、これで、ラックでアプリケーションコンティニティを試そうと思って、インスタンスをシャットダウンアボートとかでクラッシュさせて、違うインスタンスに再接続されたら、v d a r インスタンスが返す値違いますよね。そうするとエラーになります。で、普通のアプリケーションですと、こんな v d a r インスタンスの値読むなんてしないんですけども、 検証だったら、どこのインスタンスにつながってるかなっていうのを調べたくなるので、この VDAR インスタンスの値を、えー、読みに行くっていうことを、コードを埋める場合があります。で、だからこれを埋めると、アプリケーションコンティニティがしくじるっていう、えー、こういうハマりポイントがあるので気をつけてください。で、あとはですね、あのインスタンスをクラッシュさせる以外に、 セッションを切断する操作って、オラクルって、まあ、いくつか用意されてます。で、1つ目がですね、ある1本のセッションを指定して切断するケースですね。あのここまで何回かこの、えー、SQL プラスの例を示しましたけど、まあ、それで使ってた、オルターシステムキルセッションっていうやつですね。まあ、v d a ダ a セッションのビューからあの切断したいセッションの SID、まあ、とシリアルナンバーっていう、えー、2つの列を特定すると、ある1本の,あのセッションが特定できますので、これをオルタシステムキルセッションで指定すると、1本のセッションだけブジッと切れます。で、オートノマスデータベースでは、あのこの方法でのみ、あのセッション以上を異常終了させる方法が他にはないですあの。インスタンスのシャットダウンとかで,できないようになってるんで。 あの権限上、これしかできないです。で、えー、セッション切ったのに、あのー、アプリケーションコンテンリティがあると、勝手に再実行されちゃうので、もし本当に再実行させたくないっていう場合は、えー、オルターシステムキルセッションにノーリプレイってつけて切ると、えー、アプリケーションコンティニティが無効になります。オラ45っていうエラーになって、えー、終了します。でも,もう一つ方法があって、 あのオルタシステムキルセッションは1本のセッションだったんですけども、もう1つは、ある特定のサービスに接続しているすべてのセッションを切断するというためのプロシージャーがあります。DBMS サービスという、まあ、サービスを操作するプロシージャーにディスコネクトセッションというプロシージャーがあるので、ここにあのサービスの名前を指定すると全部切れます。ですので、まあ、インスタンスをクラッシュさせる以外で、まあ、こういう セッションをブチッと切る方法っていうのがいくつか用意されているというお話でした。で、ここから、ねまあ、最後のお話なんですけど、ラックじゃなくてもアプリケーションコンティニティは実験することが可能です。あのライセンスとしてはあの e ラックもしくはアクティブデータガードが必要ですよ。ですけども、技術的にはエンタープライズエディションのシングルインスタンスがあれば実験は可能です。で、 サービスを設定するサーバーコントロールコマンドっていうのはあのグリッドインフラストラクチャーが入ってないといけないんですけどもそれが入ってない環境でも可能です。でどうやるかって言いますとこのサービスの属性っていうのは,はあのオラクルインスタンスの中では DBMS サービスっていう p l s スケー l のパッケージで操作してます。ですからサーバーコントロールコマンドっていうのは この DBMS サービスを中で呼んでるんですね。ですので、これらの DBMS サービスのプロシージャーを直接設定してやることで、アプリケーションコンティニティのサービスを作ることができます。そして、セッションを切るのも、ウルターシステム切るセッションで、インスタンス生かしたまま、無事と切れば、インスタンス生きたまま再接続できますので、実験可能になります。 さて、この,あの設定の仕方なんですけども、オラクルグリッドインフラストラクチャーが構成されている環境ではあの、まあ、サーバーコントロールコマンドは DBMS サービスパッケージを呼んでるとあの説明したんですけども、なので、逆にこのグリッドインフラストラクチャーが入っている環境ではあの、ユーザーの管理者の皆様は、この DBMS サービスを、えー、直接実行してはいけません。 あのマニュアルにもですね、やってはいけませんってちゃんと書いてあるのでやっちゃだめですあくまであのグリッドインフラストラクチャーが入ってない、えー、環境では、あのまあ、こうやればできますっていうのをちょっとご紹介するだけです。で、えー、どうやるかって言いますと、ですねあのまあ、まず、えー、サービスを構成したい、えー、PDB に移動します。まあ、ウルターセセッッションントコンテナで、えー サービスを設定したい PDB に移動しますで。サービスを作成するのはあのまあクリエ e トサービスっていうプロシージャーで、まあ、名前を指定すると、えー、作成可能。でつ次は、えー、この作成したサービスにあの属性を、えー、設定していきます。えーまあ、SVC パラメータアレイっていうあの、まあ、一種のまあ構造体みたいな、えー、オブジェクトがあるんですけども、ここに あのまあフェイルオーバータイプイコールトランザクションとかいうあの属性をポコポコ放り込んでいってえ最後にこのモディファイサービスでえーサービスに対してこのえパラメータアレイを渡してやるとえ属性がセットできます。最後サービス起動ですね。でスタートサービスでサービス名を指定するとえこの属性を設定したサービスが起動します。これで アプリケーションコンティニティがシングルインスタンスでも実験可能になります。最後、はい、もうまとめです。もう最後のスライド。アプリケーションコンティニティっていうのは、まああのえー、更新トランザクションを安全に自動再実行するという機能でした。でその動作の仕組みとしては、えー、セッション切断を検出すると、オラクルの接続ドライバーが再接続、そして、 コミットでおかしかったら、トランザクション状態、確認をトランザクションガードの機能で内部的に自動で確認して、再実行の必要があれば再実行するというところまでも全自動で行うという機能でした。ですので、アプリケーションから見るとエーラーを検出せずにトランザクションが完了します。何も気づかないですねで。中ではちゃんとコミット時のタイミング依存のケースも安全に処理してますし、 可変オブジェクトを使用してもデータが矛盾しないような仕組みが入ってます。まあ、一般的な Web アプリケーションでしたら、あのコミットを複数回打つなんてやってないので、まずあのコード開始を不要で使えますね。で、あのバッチ処理なら、あのコミットを複数回打ってるようなケースあると思うので、これはできないです。もうしょうがない。あの今の時点のリリースの 制限事項です。将来的にあの開発部分は何か考えてるらしいですけどどう,どうするかはちょっと考え中みたいですけどもあの一応考えてはいるらしいです。はい長かったですけどもたった一つの機能で1時間しゃべりました。はいそうですね技術的な、えー、解説は以上に なります。ありがとうございました。はい、皆様お疲れ様でした。えっとそろそろではえっとお時間になりますので、えっとクロージングの方をさせていただきたいと思います。<laughs> えー、まあこれテックナイトの資料、まあ、こちらよりですね、えー、ご活用いただければと思います。また今日の分もあの近々スピーカーデックの方にですね公開させていただく予定でございます。それではですね本日も、えー、夜遅い時間まで。 最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。次回もテックナイトをですね、えー、お楽しみにしてください。では、これで本日は終了とさせていただきます。どううもありがとうございました